誰？私？あそこだ。突破するぞ。あいつらこれであのひどい音を耐えているんだろうな。ルに拷問されて変なものを見せられた。俺が一緒だったらなぜ呼ばなかった。そりゃ俺は飲んだくれたけど。でもやめてバカね。デルバールから伝言がある。交渉をしたいんだって。罠だと知っていたから呼ばなかったのよ。危ないと思って。大した罠じゃないと思ったの。やれると思ったのに。いい、聞いて。メリリアンで何かとてつもないことが起こるわ。太陽が煙で曇りゆく姿をアバードに拝ませるって言ってた。王のそばにいてあげて。お酒はもうおしまい。あなたも早く大人にならないと。分かった。約束だ。絶対に約束よ、エレンド。エルサ、おい、ダメだ。行くな。約束は守るよ。絶対だ。エレンド、気の毒に。デルバールを探すにも、ベリディアンは広すぎる。奴の持ち物を見てみる。手がかりがあるかも。政策についてのメモ。手紙が挟まっている。メリディアンにブレイザーをたくさん送った。それを見つければデルバールも見つかるだろう。電源を入れたらどうなる？
うまくいったみたいだな。ほら二人とも何か言ってみろ。どうしよう、なんて言ったらいい。なんでもいいさ、お前の声が聞きたいだけだ。取っておきたいんだよ。じゃあ歌うね。ラララララララ。ほら、歌に笑い声、話すのよりもいい。これで聞きたい時に聞けるな。終わったの？さあ寝る時間よ。おやすみママ、パパもおやすみ。言った？私たちどうするの？攻撃は日に日にメインスプリングに迫ってるわ。あとどれだけ隠れていられるのか。家族の形見か。奴にはもう失うものがない。役に立ちそうなものを見つけた。とりあえず王宮に戻ろう。ああ、俺もすぐ行く。だが今はエルサのそばにいたい。ライドできる機会が増える。ナサンはここへ来るはずだったんだな。
私が抜けるより先に嵐が止みそうだ。よし、取った。創始の落日だな。オーリンは古代の装置で私に似た女性を見つけたと言ってた。私の母親なら、なんでその痕跡がこんな場所にあるんだ。ノラの地から離れてる。彼女は一体誰なんだ。彼女の名はエリザベト・ソベック。お前、またフォーカスで偵察か。まあいい、何を知ってる。このまま進めばもうじき分かるはずだ。私が知らないこともあるかもな。だが用心しろ。創造主の落日にはエクリプスがいる。遺跡の外に役に立ちそうな装備を置いておいた。場所はフォーカスで探すといい。